はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。来たね、やっと。黒バドをね、考えて、まあ、バンギを採用してたりしたんですけど、ポリツも選択肢になってくるんじゃないかなと思ってね、用意したんで出していきたいんですけど、相手結構なんか、いびつなパーティーだな。これ、ただ無限ダイナもね、ウーラオス受けつつ、まあ、ハピに、結構きついっていうところで、悪くないので、ダイナ、ポリッツ、どっちから入ろうか。ポリッツから入ってもあんま悪いことないか。エンニュートだった時ダイナからの方がいいか。あれ、エンニュートの方が早いっけ？あ、それちょっとまずいな。かといってエンニュートに強い駒は、現時点ではいないので、困ったんだけど。エンニュート普通に困ったんだけど、ダイナでダイマックスを打って、殺せばいいか。そうだったらウーラオスが不安定になるから、無動かなんかがいた方がいいかな。無動まあ、一応持っていくか。これ、戦術的にね、ダイナとポリツーだけで、ほぼほぼいけるといえばいけるんだけど、ねこいつは多分、さっさとダイマックス砲で、だってエンニュートの素早さ調べるか。エンニュートってさ、素早さ取得値いくつ？ちょっとわかんないんだけど。117。早っ。まあ多分、ダイマックスを耐えるんかな。遅いんだったら身代わり張れば勝ちだったくない？遅いんだったらね。ねえ、神剣より遅いってことあるか？エンニュート。ドクドク。最低最悪だな、これ。だからポリツーが結構ね、裏に負荷かけていけるから、あんまこれ、すぐにやばいこと起きる問題じゃないから、とりあえずダイマックスを連打ね。上から打ってる以上、ここ守り一回絡めるにしても、何にしても。で、無動の頑丈と合わせ多分、殺せるでしょ、ウーラオスは。ダイナでだから無理やり殴っちゃっていいね。で、バドレックスに対して、まあ、うまくやればいけそうだから、いいんじゃねって思ってるんだけど。これ。もう俺、ダイナで身代わりから入ればさ。なんで？最速あったらどうしてんの？毒から入ってんの。僕が身代わりない前提じゃん、そんな。来た、パドレックス。これね、無限ダイナ残せるんだったら残して、ウーラオスと対面させてダイマックスを打てば強いから。そのルートを考えていった方がいいから、ポリツーかな、こう。よく考えたらさ、ポリツー僕、HD にしたんだけどさ、ショック考えると HB の方がいいよな。いやー、でもサンダーとかもろもろ受けるのも考えるとね、HD。かといって、ハピナスとかとは同居できないし、難しいのは、で、海洋側見れないから、抜け輪になるんだよね、相棒が。ショックっていうか、これ2体してくんないか。HB じゃないから結構まずいんだけど。大丈夫。だから、ここ大魔卓で、玉ね。再生をすると、一応緩和できるのか。卓んできてから見ればいいかな。いや、匠ここさすがに押せないでしょ。こっちイカサマ連打でいい場面だから。再生でいいな。引いた。HD でもまあまあいけるな。ウラオスでしょ。それは知ってて。拳をトレースしても全然嬉しくないけど。これはあれだな。相手視点アナライズかさ。わかんない話あるね。まあ、ヒードラ見るためにトレース以外多分ないんだけど。で、ここダイナ投げて、この暗黒強打プラス毒ダメは多分耐えるから、釣ってこないんだったらダイマックス砲で、えぐい削りが入って、で、まあ、GG できんじゃない？強打。一応これで、2回。ハチマキの火力はね。まあ、ハチマキしかいないよ。そりゃ。それハチマキしかいないんだけど。再生連打してっても、全然美味しくないから。まあ、ダイマックス砲で。2体のうちのどっちかをすごい削っちゃえばいいかな。ここダイマ切ってくれるんだと楽だけど。てか暗黒強打連打じゃね？おそらく。
おそらく強打連打したいと思うんだけどな。いやー、ちょっとむずいな。いやー、もう無限大なんでさ、エンニュートに毒もらったのは全て悪い。あー、いい削り入る。暗黒強打があと2回だけど、PP は4か。4削れてるから。あー、でもこれあれだね。毒、ダイナが入れられちゃうこと考えて、無動選出してたのは良かったから、とりあえず無動投げるんだけど、クラバド引くかな。引きに対して、次ポリツって当たっちゃうと多分きついんだよ。だからこう釣りに行きたいんだけど、釣るか。釣ろう。あー、オッケー。全部見えてるから、君の動きは。なめんじゃねえ。ここを釣りに行ってよくて。で、放電打ってばいいかな。まあ、相手こう身代わりをしてると、相手に1個、あれができちゃうんだけど。まあ、多分引かざるを得ないと思うんだよな、ウーラオスに。で、バドレックスは弾もあるから、頑張って削っていけば頑張れるでしょ。だから頑張ろう、とにかく。とにかく頑張ろう。最悪弾ダメ圏内に入れたら、無動で再生連打して粘るみたいな話はなくはないから。あー、やばいわ、さん、おっさん。ちょ、ここ参らして、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 お願い、お願い。ねえ、ちょ、なんで、瞑想はなくない？いくらなんでも。瞑想だけは違うと思ってるんだけど。まひれ、ふっ！全部解決した。トゥイージー。おイカ様でいいな。はいはいはい。これはイカ様で死ぬから。いや、だったら素直に。てか相手がそう思ってるんだったらさ、イカ様打てばよかったかな。イカ様ケアして引くと思ったんだけど。まあいいや、処理できたなら、文句はないため。あとウーラオスをあれだね、無動で詰めて。プレスでダイマ切られても多分あの HP だったらプレスで殺せるから、あそこまで削っとけばいけると思うんだよね。まあ、ポリちゃん殺されちゃうけど。これダイナックルがあんのかな？相手視点は。撃ってこない。まあ、ダイナックルされても結局無動死に出しで、頑丈盾にプレス撃てばいいから、全然困んないかな？おそらく。いや、ポリツ意外といけるな。ポリツ抜け人だったら、取り巻きっていうか、その軸、無限大なじゃなくて、イベルタルでちょっと受け攻め両立みたいな感じにした方が強いかもな。これでプレスでいいね。なんか、そうだね。まあ、毒持ちが少ないから、結構効くといえば効くんだよね。ポリツが。ポリッツーにとってはどうなんだろう。でもポリッツーも毒々打てないからな。まあ、追い風といえば追い風。でも身代わり入れなくていい話はあるか。身代わり。いや、身代わりはすぐいらないかな。まあ、あって困る技じゃないんだけど、S 踏んなきゃいけないとか、そういう問題があるし。これナックルだったら、結局相手8負けをなくしたのと同じで、こっち次大負けって間に合うから、プレス落ちなくても多分勝ちだね。まあ、落ちるけど。あ、落ちない。ダイマ切ってなかったら相手死んでたわけだから、これダイナックルでいい。これで、ダイヤーク打たれてるとダイマしてないとちょうど死んじゃうぐらいだと思うんだけど、ダイマ切ればヒットポイント倍だから大丈夫だね。ダイマ残しておいてよかったな。変になんかポリ2で無理やりダイマ切ってなんとかしようとかしなくてよかったわ。選出はまあまあ多分これしかない。まあエンニュートがちょっと未知数ではあったけど、まあウラオスとクロバダ絶対出てくるだろうと思ってたから。ダイヤク。ああ、やっぱ、あれだね。ダイマ切んないと、まずかったね。オッケー。じゃあ、昨日の動画もそうだけど、今日の動画もちょうどなんか10分ぐらいになりそうだから、1試合で終わりにしてみるか。てか、僕がなんか疲れた。取りダメをしたいのもあるんだけど、1試合で終わりにね、しようと思います。いや、ポリッツ真面目にもうちょっとね、いろいろ、あれだな、開拓してみたいな。結構可能性を感じるわ。GG! お疲れ様でした。